私学助成課長の新田でございます。ただいまから令和3年度当初予算および令和2年度第3次補正予算におけます私学助成につきましてご説明をさせていただきます。まず資料の1ページ目、私学助成の令和3年度当初予算の全体像であります。右上にあります通りに令和3年度予算案4094億円と本年同額となっております。その大きな内訳ですけれども、左上、私立大学等経常費補助2975億円、それから下の私立学校施設設備の整備の推進ということで100億円を計上しているということでございます。なお参考までに右上、私立高等学校等経常費助成費等補助につきましては1019億円を計上しておりますので適宜ご覧いただければと思います。2ページ目、まず大学の経常費補助の概要であります。こちら先ほど申し上げました通りに2975億円ということになっております。この内訳ですが、まず一般補助につきましては13億円増の2756億円となっております。でここの一般補助につきましては2点ございます。1つ目はまず著作権法に基づきます事業目的公衆送信保証金制度の支援につきまして、こちらこの一般補助の中に含まれているということでございます。なお配分方法につきましては利用状況を見つつ検討する必要があるということであります。これが1点目です。それから2つ目ですけれども、説明文にありますアウトカム指標を含む教育の質にかかる客観的指標の強化、メリハリある資金配分ということですけれども、このメリハリある配分につきましては従来教育条件、それから財政状況、情報公開、それから教育の質と、これらの項目に基づきメリハリ付けを行っておりますが、今回この教育の質によりますメリハリの強化につきまして一般補助を増額しているとの観点から、現在プラスマイナス 5% の幅での増減につきまして、これを1ポイント、つまりプラス 5%、 プラス 6% からマイナス 6% の幅にこの増減幅を一部拡大するという予定であります。これが一般補助の2つ目であります。2つ目の特別補助ですけれども219億円ということになっております。でこの主な内訳ですけれども、1つ目の丸、私立大学等改革総合支援事業につきまして来年度も引き続き行うとともに、2つ目の数理データサイエンス AI 教育の充実につきまして7億円の新規、3つ目の新型コロナウイルス感染症等の拡大に対応した教育研究等にかかる取り組みの支援といたしまして11億円の新規、4つ目、米印ですけれども、新型コロナウイルス感染症の影響に家計急変した学生に対する授業料減免支援につきましては、令和3年度も引き続き実施をするということです。でこれは令和3年度当初予算ではなく、本年度、令和2年度補正予算を活用するということであります。順次、具体的に説明をしていきます。まず特別補助1つ目の私立大学等改革総合支援事業ですけれども、事業内容にあります通りに特色ある教育研究の推進、それから地域社会への貢献、研究の社会実装の推進などの改革に全額的組織的に取り組む大学等を重点的に支援するというものであります。来年度も引き続きタイプの1、特色ある教育の展開、タイプの2、高度な研究の展開、タイプの3、地域社会への貢献、タイプの4、社会実装の推進ということで引き続き支援を行っていくということであります。
次の4ページであります。特別補助の2つ目、私立大学等における数理データサイエンス AI 教育の充実ということで7億円の新規ということでございます。これは背景取り組みの中ほどに書いてありますように、令和元年度に閣議決定されました AI 戦略2019におきまして、分離を問わず全ての大学が教育課程において初級レベルの数理データサイエンス AI を習得をすると定められており、このような環境を整備をするということから、下の支援内容にありますような、まず一つ目のそのモデルカリキュラムの策定や教材の開発、実データを活用した実践的教育などの先進的な取り組みでありますとか、また2つ目の教育連携ネットワークを形成し、ワークショップや FD 活動等を主体的に実施するなどの取り組み、また3つ目にそのようなワークショップや FD 活動に参加するといった取り組み、まあ、こうした取り組みをする大学について補助をするというものであります。次の5ページであります。特別補助の3つ目、新型コロナウイルス感染症等の拡大に対応した教育研究等にかかる取り組みの支援ということで11億円の新規であります。背景にもあります通りに、新型コロナウイルス感染症等の見通しが明確でない中においても、感染対策を講じつつ質の高い教育環境を提供するといったことに取り組む大学等を支援するということでございます。支援対象ですけれども、これにつきましては2階建てになっております。2階建てのまず1階の部分といたしまして、1、感染症対策の強化と、パーテーション等の設置や体温測定などの感染予防への対応などの感染症対策の強化に資する取り組みと、これらの取り組みを行うということについて1階建ての部分ということで支援対象、補助対象とするということでございます。で、この1階部分の取り組みに加えて2ですけれども、新たな日常に向けた教育研究でありますとか、大学運営にかかります取り組みを行う大学へのについては、これに加算をして支援をするというものでございます。この2階建ての部分の加算のイメージですけれども、1つ目の丸にありますような、この新型コロナウイルスの感染症拡大を受けたハイブリッド型事業の実施や図書館の利便性向上等の就学支援体制の強化に資するような取り組みでありますとか、2つ目のような新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた学生相談窓口体制の強化などの学生支援の強化に資するような取り組み、3つ目のような感染症に関する大学の教育研究力の活用等による地域貢献に資するような取り組みでありますとか、4つ目の丸にありますテレワーク実施体制の整備など大学運営の高度化に資する取り組みと、これらの取り組みを加算して行う大学に対して加算をするということであります。総額として11億円ということでございます。最後、特別補助の4つ目の米印、令和3年度における私立大学等のコロナにかかる授業料減免の支援でございます。こちら右上にあります通りに、新型コロナウイルス感染症拡大に対応する授業料減免支援につきましては、本年度令和2年度1次2次補正におきまして97億円を確保し、うち本年度執行予定額が26億円となって予定となっております。で、この差額、余剰額約70億円が予定されますので、これを活用して来年度の授業料減免の支援を行うということであります。具体的な方法を申し上げます。まず一つ目の丸にあります通りに、令和2年度の補正予算の余剰分約70億円につきましては、この3月に予定されます令和2年度の3次交付におきまして、一般補助に上乗せして全大学に交付をするということであります。で、これによりまして各大学ではこれを活用して3年度の授業料減免を進めていただきたいということであります。
で、これにつきまして、説明文最後の行4行目にあります通りに、最終的な交付総額については令和3年度における事業量減免の実績を踏まえた配分を実施するということ、具体的にはこの3月の各大学への上乗せ交付額と令和3年度における事業量減免の実施分の差額を来年度の一般補助の交付の中で精算をするということであります。具体的には本年度同様、10月頃に事業量減免実施実績を私学事業団に提出をしていただきますが、この額と各大学への上乗せ補助分、この差額につきましては来年度一般補助の中から精算をし、来年度の一般補助を交付するということであります。で、このため各大学における事務負担については特段変更はありません。ただその一方で、今年の3月に交付されます一般補助三次交付におきましては、この分が上乗せして交付をされておりますので、各大学におきましてはこの分について事業量減免以外のもので活用されますと秋口に精算をされるということになりますので、この点ご注意ご留意いただければということであります。以上が経常費補助についてであります。7ページからが大学の2つ目、施設設備の整備の推進ということであります。大きく2つに分かれておりまして、1の耐震化等の促進48億円、それから2つ目の教育研究環境の整備52億円、合わせまして右上総額100億円を計上しているところであります。このうちの一つ目、耐震化等の促進についてであります。8ページでございます。右上目的目標に書いてあります通りに、私立学校施設整備の耐震化率ですけれども、右下にあります通りに大学等につきましては 94.0% となっておりますけれども、引き続き私立学校施設の耐震化の早期完了を目指す必要があるということであります。で、このため、左下事業内容でございますけれども、黒四角が3つ、1つ目のまず耐震改築建て替え事業ですけれども、これにつきましては本年度令和2年度までとなっている耐震改築への補助制度につきましてはさらに2年間の延長が認められました。また2つ目の耐震補強事業、3つ目の非構造部材の落下防止とその他耐震対策事業、合わせまして48億円を計上しているということでございます。なお9ページでございます。なお先ほど私立大学等の耐震化率については全体としては 94.0% と申し上げましたけれども、これを学校法人別で見てみますと、水色のところにあります通りに422法人 64% の法人がすでに耐震化を終えていると完了している一方で、赤い部分ですけれども116法人 18% が耐震化率が 90% 未満とまだら模様になっているということでございます。またこれに加えまして、各法人の耐震化計画を見てみますと、令和5年度末までに耐震化が完了すると予定されている法人が約 13% ありますので、令和5年度終了段階で約8割の法人が耐震化を完了するという予定となる一方で、耐震化計画の策定をしていない未策定の法人が約 20% 強あるということでございます。で、次のページにあります通りに、後ろに資料をつけてございますけれども、昨年12月に閣議決定されました国土強靭化5カ年加速化対策におきましても、令和10年度までを目標に耐震化が完了するという 100% 完了するということが 目標として掲げられていると
というような状況にも鑑みますと、そろそろ各法人におきましては、お尻を考えながら耐震化計画の策定と着実に耐震化を進めていく必要があるフェーズに入ってきているという状況にありますので、ご留意いただければと思います。次が教育研究環境の整備についてであります。これにつきましては事業内容にあります通りに、一つ目の丸、バリアフリー化やアスベスト対策工事と安心安全な生活空間の確保等に必要な施設整備への支援、それから二つ目の教育研究設備装置や校内ランの整備の支援、これらまたこのほか私立高等学校等の ICT 環境の整備と、これらを含めまして右上にあります通りに52億円を計上しているところであります。次、12ページが令和2年度3次補正におけます施設整備費補助金でございます。事業内容のところにございます通りに、一つ目の丸にあるような耐震改築、耐震補強、非構造部材の耐震対策、防災機能強化、バリアフリー化につきまして予算を上乗せしているほか、2つ目の丸1行目にあります通りに、大学の教室等の空調換気設備の改修、これらにつきまして合わせて80億円を計上しているということでございます。なお、以下13ページ以降が先ほど申し上げました令和2年12月に閣議決定された防災減災国土強靭化のための5カ年加速化対策、それから15ページからが昨年12月に公表いたしました私立学校のブロック塀等の安全点検等の状況についてとの資料でございますので、後ほど合わせてご覧いただければと思います。以上が令和3年度予算、それから令和2年度3次補正予算におけます私学助成についての概要でありました。